でおるんですけどね、はい、で今はもうコロナとかいろんな、まあ、関係はやっぱり暑いし、もうお盆の時期で、ということで、もうあまり、あの窓口で本を求められる方のみ対応してるんですよ。あ、そうですか、はい、そしたら本だけ で、ここと別館と、はい、あのさらに別館に今あるんですけど、蔵もね、はいはい、で、あのどういった、どういったところに興味があるのかということによってですね、その本を、まあ、買い求める、ここにちょっと主張しておいていただいてね、はい、で何に興味があるのか、はい、もうあらゆる歴史、社会歴史、日本歴史、いろいろ分かってまいりましたんでね、はい、で、まあ、古代文明、それから真相とか、うん、まあ、そういうことですね、うんうん、なるほど、はい、でまあ、なんかこちらの方ちょうど今いなかったんで、あ、はい、大隅の月読み神社が何かに今あ今ね、なんかちょっと、まあ、息子なんですけど、ああ、かんかん、あの、あの興味あるんです、月読み神社。そこに月読み神社そこにあの言葉が書いてあったので、まあ、せっかくここまで来たらちょっとやっていこうかみたいな。なるほど、いや、あの大隅半島からやってきたね、隼人族というのがね、大隅隼人というのが、まあ、この京田辺のところに、まあ、移住してこられてね、平城京の宮中なんかにですね、兵士として、で神事で携わる月読みの御事の神事なんかもやっておられるという関係の人たちがお住まいになった。それが竹と関係ある。あそこにも竹山がたくさんございまして、そうですね、うん、でそういう関係で、まあ、深く関わっていると。でこの地域は山本といいまして、まあ、あの竹取物語を読んでいただいたら分かると思うんですけど、沖縄の家は山本近くないと、うん、いうことからここは山本村やったんですね、うん、で平城京から最初の馬にあたる関東のね重要な、まあ、次は葛藩と、うん、太宰府感動だったんですね。あれ大隅辺りからまっすぐ巻きたいってですね、亀岡行って北陸の方に山陰の行く道でもあった。東西は生駒からですね、植木物の、あの滋賀県のね、ところへ行く、この道がちょうどこの前を通ってたんですね、うん、東西の通りね、まあ、その場所でやってというのが分かったんですよ。それでここに、まあ、わけのわからん博物館を、まあ、建ててしまう。行政が建てないから、行政はそんなんいらんという話だった。ご自宅を、そうですね、たまたまここ他の人が、まあ、入っておられたのが出られて、ああ空き家になってたんで、その公民館を利用してやろうかなということで、やってるうちにまた向こうの方の、まあ、公民館別館のね、そこもアメリカ人が入っておられたんだけど、もうそれにアメリカへ移住されてね、はい、あのその前になってたんですよ。で借りる人がいなくなったんでという話で、はい、たまたまそれがなんか偶然に帰ってこられた時に、はい、まあ、ここをやってたもんですからね、建築は。であれですね、パンフレット、英文の英文もあります。パンフレットはお分けいただけますか、うん、英会話のクラスなんかでも見るんで、ああそうなんだ、紹介とかもできるかな、ああのもちろん本もですけど、うん、まあ、あの今ちょっとすぐにはちょっとコピーできないんでね、あの一部だけで簡単なのは、まあ、あ、ね、あの英文はないんです。あ、英文はない。ああで、これがね今たまたま、まあ、できてるんで、はい、これが、まあ、この巻の説明のね、はいはい、パンフレットで、はい、で本の説明が、まあ、ここにあると、はい、あでこれは、はい、あのどこやな、これはこの本なんですけどね、ヒカルランドから。それは購入できますか。これはヒカルランドで買っていただくか、あるいはアマゾンで買っていただければ、あのこれは購入できるんです。これうちではもううちでも売れるんですけど、はい、まあ、向こうで買っていただく方が、まあ、向こうの利益になるからね。あでうちはもう紹介するだけで。あ、そうなんだ。そんなら、今出していただいているものなんか。そうですね、だからこれ 1、2、3と、はい、で古代の歴史が、まあ、説明すると、この1がですね竹内文書ですね、はい、で五色人とか、うん、かつて の, あの、人がピラミッドに行って、日本のエジプトのピラミッドは元日本にあったということを述べられた方がいらっしゃってね、うん、その後調べていくと、この京太郎にある神成山をかなり古い時代の、ここは日本初じゃないかなと思うんだけど、ピラミッドやったということが分かる。でピラミッドの条件はスフィンクスがなかったためなんですよ。それもあるんです。で分かります。で2がですね、
でこのムータイに太陽になった、ご主義人になった。モアイ像もこのモアイ像も日本の帝であったというのが分かった。全部書きました、全てね。それはなんか実際に文献で調べられた、その土地へ、土地も行って、やりましょう、はい。であと宇宙文明ね、不条町、3年ほど前だから富士山に登ってね、ちょっと古事記にも興味あるんで、そこに祀られてる、この花咲くや姫、この花咲くや姫、それとそれがね、竹取物語の姫やとおっしゃるんだけど、でも全然名前が違うしね。で、あの方は富士山の籠に飛び込まれたということになってるんで、全然富士説はもう消えたんですよ。でも富士王朝とか言ってあるの、まあ、これは古代の歴史をまあ調べていったら、上服なんかと関係してきてるから、で宇宙文明ね、メキシコとかパレンケとか全部日本人なんですよ。だから日本は世界文明の発祥地と、それが分かった、これ発表したんです。それがこの頃ちょっとね、なんか別の分野でも結構、私が言ったの最初に。あ、そうなんですか。ほら、南清志勝さんとかね、それからお医者さんとか、やはりお医者さんで矢部さんと、その2人が協調、1人ずつも本書いてはるけど、まあ、結局日本がもともとの世界の雛形であるというようなことは聞いてるので、まあ、そういうことにも興味があるという感じで、でも根拠を示してないでしょ、その人は。根拠、まあ、なんでかそれは全部これは一義にほとんど書かれてるんです。卑弥呼の山太鼓も分かりましたしね。で、奈良のおじおしまいということで、そうです、奈良の東と南村で、だからそこに物部が来たんですよ。え、物部、物部初代王朝、富というところ、ご存知？え、富というところ、富川岡です、ね、富川岡の富というところ、はい、今の新しい線が来てると、あそこに物部の初代の逃げ入りということが住み着いた場所なんです。大変な場所ですよ。だから逃げ入りっていうのは古事記でそんなに重要に取り扱われてない、もう古事記はもうその辺の東大京大の学者は全部ダメ。逃げ入りは結構あれなんでしょ。逃げ入りと逃げ入りとあるんですよ。逃げ入りとそれは全部ここに書きました。ああ、そうなんです。これをどうですか、この場所は都民にある知ってるだけ知らんにはないんですか。そうです、そうです、そうです。ここが関係あるんです。なんか割合近いすぐ近くです。これ地元の人も知らない、未だに知らないんですよ、ほとんど。ここへ来た、初代の宮城に行くのが、これでも書きました、ね、この本もう売り切れてね、ないんです。これ私の本なんですけどね。それはもうこれ本で造版今かけてるんです。で9月になれば、まあ、その頭ぐらいになれば出来上がるんです。これね、これ一冊しかないんでね。で、空海さん言っておられたから、ここに空海の全てが、ね、この膨大な量で写真を大量に入れました。これ1冊おいくらですか。これ1冊では売らないんです、セットで売ってセットでしか売らないの。4号がね、1万5000円ですわ、はい、1万5000円、1万5000円で、1から3が1万1000円か、だから全体で2万6000円。ちょっと実際は価格は4万円にします。ちょっと一品これ間もなくなくなりますから、まだこの4号間もなくなくなりますんで、もし必要だったら今買い求めていただいた方がもう数ヶ月後にはなくなる、なってます、はい。これは9月の頭で、竹取物語を読むんだったら、これ原文がね、全部忠実に原文を出してですね、翻訳をして、というように全部訳してましてね、原文があって、で原文も崩しなんですよ。崩しってことだよな、崩しってことだと、こう江戸時代の中に書いた、読めない普通の人は。それを漢字と日本語の漢字とひらがなに直して、で読み方が読めないからかなふってもうちょっと手前で現代語訳したりした。この本はどこも出てません。だから皆さんこれ読んでても、そういう研究者にとっての本としてはまあいいかもしれないけど、で解説も全部入れてますからね。でそこにどういう意味を持っているのか、本当のかぐや姫の物語がこれ原文です。で原文もたくさんあるんです。十数量で出てあるんです、原文が。それの一番なんていうかな、忠実に
出てる全巻揃ってるのを私たちはそれを手に入れてやった、はい、それは現在天理図書館に原文があります。それとほとんど間違い違わないものを訳しました。でその竹谷物語は空海が作ったと。で分かりました。うんうん、ここは全部それを書くために、うん、あまあこれ1、2、3とやってさらに4号で集大成版を、まあ、作ったということです、ね。これはここで購入できます。これ購入できます。これはいくらですか。これはね、これ大概時間かかったんか。これ6000円ですね。うん、もう 税とかそんなのなしでうちは売りますんでね、もうサービスで。うん、税総理。これも空海ですからね。10円。ご大師ね。はい。ご大師さん。マンダラ。マンダラ。マンダラとかいっぱい書いてます。もう、四国も、八幡橋も全部回ってきますし。うん、空海の全てですよ。空海の、小屋さんの一番お偉い新務総長にもお会いして談話を取ったし、そこの近くの、まあ、日本では、まあ、ナンバーワンと言われる天下別財天、天下別財天、これは天下とかやね、あの人もお会いして7名ほど行ってお会いしていろんな話を、まあ、聞いてですね、でその時にはまだ4部出来上がってなかったんです。1時から3持っていったのか、ね、これ読んでください。俺じっと眺めてはった2分間、ずらっとこの表面、うんうん、この通りだ、うん、まさに私は地球3周半、4周近く回ってきた、うん、この通りだ、これ日本は世界の発祥地、叫ばはりました。これ見てる、これこれなんですか、これまあ、ああ、キブの方キブの方も、ね、こんな名前書いたら、これ名前、ご存知なんで名前が書いてあるの、これもどうだ、なんか面が、面、まあそんなあれ、元のこれなんか人種、五大人種ですね、そうですね、うん、元の天皇さんの元になった人たちっていうことですか、うんうん、まあ天皇さんの 元とは言えないで、あ元ではない、それはまあ本を読んでいただいて、忙しいのでね、あの本を買い求められるんだったら今あのお渡ししますし、はい、なければもうこれで、はい、忙しい。この中から選ばしてもらいます。はいはいはい。まあ、見ていただいて。はい。はい。どれにしよう。これも興味あるし。あとまあ今日行かれた、うん、月読神社とか、うん、そういうのはご存知でしたら、これ京田辺の史跡探訪、すべて京田辺の。これ京田辺は、うん、飛鳥でもあったんです。奈良の飛鳥はなかったんです。分かりました。全部この中にも書いてます。なぜ飛鳥がなかったんですか。神武が行ってなかった。飛鳥には。分かりました。我々学んだ歴史は全部ほとんども嘘が教科書に書かれて、日本人を洗脳した人間に、何もない人間にさせてしまったということまで書きました。うん、今は明治のことを、ね、ちょっと調べてましたね。明治の大変なこと。想像でするようなことが行われた。現代通じて現代でいろんなことが起こっているのも明治以降のその政策があるから、うん、いうことまで分かりました。うん、大変だ。もう身が震えますわ。その真実したら。うん、これが京都の歴史ね。先ほどの隼人族の原文ですね。隼人の今たまたまパッと出ましたね。山城隼人慶長というのがあって、これが同志社大学の考古学の森浩二先生らが調べて間違いない。隼人の記述とか、隼人の祭りとかね、隼人舞とかね、全部これ、全部隼人の古墳もありますから。強制的に連れてこられたんですか。いや、それは一概に言わない。強制的ではないと思うんですね。うん、まあそういうように言う人もいるし、うんうん、いろいろ。隼人だけはないですよ。あとあの隼人も来てますから。これそれら全部書いてるし、この京田辺のその他のものね、あの筒木の宮とか、そこから、日本で最古の十一面千手観音像とか、あるお寺のね、普賢寺というのがあるよ。皇室普賢寺。まああれだし、古墳もあるし、私は最近のあれでは、まあ慶太天皇もちろんそこにおったんですけどね、宇治原宮からこっち来たんですけど。
あのその他歴代の帝は全部ここで、私はもう物述べ以来ね、全部ここで、物述べよりも前からありますから、神田宮もありますから、万葉集もここです。だから堀越先生もおっしゃってたらしいんですけど、私はそれ知らなかったんですけど、ここに聖徳太子がいた、聖徳太子はここにいたということが分かりました。述べてます。どういうのか。で、これが日本とユダヤの同祖論ですね。十二支族が日本にやってきた。よく書いたやつです。徳さんの勘だからということですかね。十、うん、種の神宝。磯の神神宮に間違いないです。うん、磯の神神宮は物部氏の子孫が。そうですね。物部氏の磯の神神宮の富士山っぽい来られます、うん。これを喋っとったね、うん。これを知りたい。モネフの富士山が伊勢神宮の富士山も来られました。うん、教えておくと、うん、いうことです。とりあえずそしたら竹取物語を、はいはい、いただきます。はい、なそうで、はい、まあ、こちらもよろしい、ね、また使われれば、はいはいはい、一遍には読めないし、まあ、ちょっとまあそういうことも、ね、はい、まあ、ただあの本がなくなればもう終わりですし、ね、もう増刊はしないとしてもう3巻3版まで出しましたからね。あ、そうですか。僕のことをお貸したら仕事ならんから、まあ、そういうことで、はいはい、まあ、お読みいただいて、はい、なんか今後そういうなんか先生になられる。あ、いや、ここ同志社の卒業生だ。え、ね、そこの同志社。あ、同志社の卒業生。あ、そうなん。でも、まあ、その福元寺とかご存知ですか。あ、福元寺。ちょっと床にはあるんですけど。ああ6000円減ってくるので、はい、どうも、お時間とっていただきまして、ありがとうございます。同志社大学だから、森小路先生がまだ授業受けはった。あ、それ受けてない。この時は受けてないです。あ、私、森小路先生と一緒にね、はい、あの九州の隼人町って昔あったんですよ。はい、今は霧島になったけど、あ、そこで森小路先生とか、あのと一緒に隼人サミットの時に私も行って講演したんですよ。はい、うん、で、森小路先生よく知ってるんですよ。隼人の名前になられてね、残念ですよね。あの人だから、ね、考古学の権威の方ですからね。ああ、もったいない。で、講演もこれしていただいたし、よく知ってるんですよ。うん、どうもお忙しいところ、はいはい、ありがとうございました。はい、またまた、またあの、はい、お電話させて、あの、来させていただく通りにはお電話させていただきますけど、はい、まだ当分はコロナのあれ、そうですね、忙しいのでね、もうだからあの、いつ頃からちょっと、いつ頃からというよりもね、もうあの普通の人のもうあの見学はやめてるんですよ。ああ、私の本を買い求めてある程度知った人が来ていただいた方が、はい、それ以外は YouTube でほとんどもこの中発表してますんで。ああ、はい、YouTube も少しは、はい、あの YouTube 1年から2年見られたらかなりいろんなことがお分かりいただけると思うので。そうですか、分かりました。その中で、はい、さらにこんなのを知りたいと、はい、いう方のみ、はい、あの館内見ていただいて説明させていただいてと、はいはい、分かりました。いう立場はちょっとってまして、ね、まずは YouTube 先に。そうですね、まあ、ここ知ったのもね、ちょっと YouTube で知ったんですけどね。はい、最近ケーブルテレビのなんか取材に来られてね。はい、そうですか。あ、まあ、それは簡単なことですからね。テレビがやりたいことはもう大したことない。中身はない。はい、どうぞ。わざわざ暑いところ、ようこそ。いただきました。ありがとうございました。はい、下の方は、下の方は、はい、はい。はい、どうも、お暑いところ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。